日はようこそお越しくださいました。私はこのバーチャルライブバークロッシングの支配人 DJ つかさでございます。そして私のアシスタントを務めてくれるのはこの人、ウィちゃんです。よろしくね。特技は英語。 Hi everybody, I'm Puitan, the cute Wonder Jam Music Utaverse Assistant. ライブは盛り上がっていくよ。 Thank you, Puitan. まさにライブをお届けする番組ですよね。そうでしょ、ね、だからもう Puitan が英語得意なんで、はい、とにかくたくさんイケてるみんなが盛り上げるフレーズをちょっと聞きたいんですけどね。はい、例えば一番大好きな曲がラジオに流れたら、はい、ちょっと音量が上がりたいんですね。上げたいですね。その時は、はい、Turn up the music。 Turn up the music。 はい、はい、でこれはもう音量もラジオとか音量も Turn up the volume でもいいですよ。そうですね、パソコンでもね、みんな音量上げてほしいですよね。さて、この番組はバーチャル空間とアーティストをリアルタイムで合成してお届けするワンダージャムミュージック歌バース。それでは今日第1回目、栄えある出演アーティストのご紹介をいたしましょう。その方は宇宙真央さんです。宇宙真央さんは2012年、シンガーソングライターとしてデビュー。2014年よりサッカーチーム水戸ホーリーホックの応援ソングアーティストを担当しています。 CM 楽曲の書き下ろしやアーティストの方々へ楽曲提供もたくさんしています。そして茨城放送にてラジオパーソナリティとしても活躍中です。今日お届けする楽曲たちはまさにこのバーチャル空間にふさわしい、世界観がどん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 広がっていく楽曲たちが揃っています。彼女の時代に左右されない多彩なその包容力、歌唱力、そして楽曲たちとともに、ぜひ皆さん、我々がリコメンドする楽曲、アーティスト宇宙真央さんをご堪能あれ。 Let's get started with 宇宙猫 on Wonder Jam Music Utaverse. Here we go. なんでもないような
始まる。おめでとう、おめでとう。本日のアーティスト、宇宙真央さんです。こんにちは、宇宙真央です。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さあ、真央さん、今日初めて、はい、番組もこれ初めて、はい、第1回目で宇宙さんをお呼びするというね。いや、光栄です。ありがとうございます。いや、こちらこそですよね。ぷいさん、だって1回目のユニバース、あ、ユニバース、この我々のユニバース、歌バースに宇宙さんがいらっしゃってるんですよ。素晴らしい、ね、宇宙さんがいらっしゃってるって言うと、これだけでなんかものすごい広がりなんですけど。いや、嬉しいです、はい、私もこの名前をつけてよかったなと思いました。そうですよね、はい、もうこの番組のためにアーティストが生まれたみたいな。はい、その通りでございます。ありがとうございます、はい。まあ、そんな真央さんなんですけども、音楽の、まあ、もともとやはり歌手をやられてる方っていうのは何かのきっかけだったと思うんですけど、はい、こう小さい頃からずっと聴いてきたり、あと何かの影響を受けてきたっていうのをちょっと教えていただけますか。はい、そうですね、私小学生の時に、はい、鍵盤ハーモニカが学校の授業であって、うん、でそれが弾けないことが悔しくて、でピアノを習い始めたんですけれども、はい、いまいちこう練習に身が入らなくてですね。せっかく始めたんだけども。そうなんです、でいつからかギターに興味を持つようになりまして、まあ、そのきっかけっていうのが、ビートルズの CD を聴いたからビートルズも1960年代のアーティストですからね。そうなんですよ、親がやっぱり聞いてたので、はい、その影響で私も聞き始めました。なるほどね。当時もレコードからですか、はい、じゃあ。いや、その時はですね、親がその、ビートルズの、ナンバーワンシングルコレクションみたいなものをですね、買ってきてくれて、はい、その当時リリースされてたものなんですけど、それを聴き始めてっていうのが、こうギター弾きたいなと思ったきっかけですかね。きっかけですね、はい。まあ、そのビートルズの曲の中でもね、こうその楽曲をの箱を理解しようとしていた楽曲があったという。はい、はい、そうなんですよ。そう、音楽に興味を持ったっていうのは、ね、そのビートルズを聴いてて、うん、ちょっとそのリズムが独特だなっていうか、はい、自分の頭では理解できないのに、なんか体が乗ってしまう曲っていうのがあって、はい、All You Need Is Love っていう曲。オール、あ、これもちょっと英語だから、はい、プイタンちょっといいですか。ちょっとどんな感じ、プイタン。それ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 です、それです。答え合わせしないとね、一応ね。はいはい、はい、そう、そのサビの曲ですね。はい、なるほど。これのこう、はい、何かこうどこが、そう、この曲の、イントロっていうのかな、はい、曲の入り口のところで、うん、ラーブラーブラーブっていうところがあるんですけれども、ハミングだけでもね、歌ってくれてありがとうございます。そう、そこのところがですね、はい、ちょっともうなんて言うんでしょうね、理解できなくって、そのテンポ感がっていうのを理解しようと思ったところが音楽に興味を持った最初のきっかけかなって思ってますね。やっぱりもう思い出の一曲っていう感じですかね、うん、そうですね、はい、今思っても何回も何回もそれを繰り返し聴いてたなって思ってます。はい、まあ、でもどっちかというと真央さんはやはりギターを弾き語りで、はい、まあ、しっとりだったり、はい、ちょっとアップテンポだったり、まあ、いろんな楽曲ありますけども、はい、今日ね、皆さんが聴いていただいている君に幸あえ、この後聴いていただく曲たち、はい、どういうイメージで今回の歌バースに持ってきていただきました？そうですね、今日はこういうバーチャル空間にお邪魔するっていうことなので、はい、まあ、私の曲の中でも
こう広い世界が目に浮かぶような曲を選んで、はい、今日は持ってきて歌わせていただくというふうに思っております。なるほどね、はい、じゃあもう通常の、まあ、それこそライブハウスで歌う曲じゃない、はいという曲の選曲もあるって感じですかね。そうですね、いつもライブハウスでも歌ってる曲なんですけれども、だけじゃなくて野外で歌っても気持ちいいなって曲だったりとか、まあ、あのラジオのために書き下ろした曲とかもあるので、その場所を限定しない曲というか、はい、そういうものをちょっと中心に選曲いたしました。どんな感じかなって今日も私もちょっと全然イメージできずに来たんですけれども、はい、今日立ってみてすげーって思ってます今。そうですよね、これまたね、はい、後で自分でねこう YouTube で見たりとかした時にまたさらなる感動があるといいですよね、はい、きっとそうですよね。だから多分今見てくださってる皆さんもびっくりしてるんじゃないかなと思いながら、はい、立ってます。まあ、空間ということでバーチャル空間、うん、そして実際あるクロスのね、はい、ライブハウス感とかその辺がこれからつながっていくといいですよね、うん、はい、ぜひ真央さんを異空間でもリアルでも見てほしいと、はい、思います。お願いします。ありがとうございます。じゃあこの後ですね、まだありますライブ、それでは真央さんこの後のライブも引き続きよろしくお願いします。お願いします。感じたい、あなたをもっと感じたい、そばにいて全てが変わっても。
強いですね。こんばんは、ワンダージャムミュージックです。海辺の街から届くラジオは、波打つあの子の鼓動のようで、恋の歌が聞こえたよ。君に教わったピアノの曲を、たまになぞってる古い鍵盤は、恋の歌を探してる。潮騒は途切れないポートタワーでずっと待ち、この気持ちあの子に届いて、会えなくても潮騒は途切れない、あの日のこと忘れない、この気持ち何かに似ている、夏の匂い。車の窓から顔を出したら、迷わず行けるわ、サンダルも積んで、恋の歌を追いかける。この日差しこの目のしわ、刻まれたんだあの夏に、もういないあの子に届いて、会えなくても潮騒は途切れない、あの日のこと忘れない、この気持ち何かに似ている、夏さあ、真央さんの音楽でお客様たちも素敵な時間が過ごせたかと思いますが、真央さん自身今日のライブどんな印象でしょうか？初めてのことだったのですごく緊張しました。でも楽しかったです。緊張は楽しかった。はい、いい充実感に包まれております。ぷいちゃん、聞いててどうでした？すごいワクワクしてましたよ。ありがとうございます。さあ、今後も宇宙魔王さんの活躍に目が離せませんね。皆さんもぜひ今後の宇宙さん活躍見て、そしてチェックしてみてください。お願いします。 Be sure to check out 宇宙魔王 's future performances. Don't miss it. さて、このウタバースではご覧になっているリスナーさんたちと会える機会というのをちょっと考え中ですね。まさにバーチャルとリアルのこのライブ空間を一緒に提供できる、そして一緒に共有できるアイデアを考え中ですよね、ぷいたん。そうです。会いたいですよね、やっぱり。会いたいですよね。え、真央さんのファンだって、もうそれを初めて知ったという方だって、みんなやっぱり会いたいじゃないですか、ね。なので、そんなこれからの歌バースをこうご期待でございます。さて、今日はここまでです。
本日のワンダージャムミュージックいかがでしたでしょうか。ではぷいたん、ワンダージャムミュージックの YouTube チャンネルの紹介をお願いします。OK! Be sure to check out the Wonder Jam Music Utaverse YouTube channel. Be sure to subscribe and smash that like button! Thank you! Utaverse channel で今回の配信をアーカイブとして保存されますので、いつでも見たいときにチェックしてね。チャンネル登録、評価もお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。まさにアーカイブもうね、ウタバーズもうなんかもうなんか本当にあのプイタン入ってきますよ言葉が。はいはい、じゃあベタに日本語でも言いましょうね。ワンダージャムミュージックウタバーズでは毎月日本の注目アーティストを世界中に向けてお届けしています。それでは最後のコールを一緒にお願いしたいと思います。バイバイワンダー。ありがとうございます。